はい、お願いします。はい、こちらのタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。自己紹介します。小木野淳と申します。2022年からゾ o o t o w の iOS アプリを作っています。趣味で陸上競技を続けておりまして、今日も陸上と関連するお話をさせていただきます。当然ですが、皆さん走り幅といってご存知でしょうか。体育の授業でやったことある方いるんじゃないでしょうか。走り幅といっては、踏切板から砂場に向かってジャンプして、その砂場に着いた着地跡から踏切板までの距離を競う種目です。 で今回は発表タイトルの通り、えー、ここの距離を iPhone で測るってことを考えますここの距離を測るにはどうすればいいでしょうかここで重要になるのが iPhone の画面と実際の世界の縮尺です仮に iPhone のカメラで撮影した写真の1ポイントは5センチで横に100ポイントの幅であることがわか,かれば、えー、実際の世界では 5m ていう、えー、距離を推定することができそうですでは、えー、写真の1ポイントあたりの距離を知るにはどうすればいいでしょうか これを知るには、カメラの視野角と対象までの距離が必要です。視野角は iPhone のカメラレンズの情報から計算できるので、えー、対象までの距離さえ分かれば、跳躍距離の推定は可能なのではないかと考えました。えー、iPhone から対象物までの距離と考えると、あの、僕の、えー、去年の LT を聞いてくださった僕のファンの方なら、あの、分かるかなと思うんですけども、あの、ライダーでいけるんじゃないかと、感、えー、のいい方なら想像されるんじゃないでしょうか。えー、そうですね。 確かにライダーなら、えー、かなり正確に、かつ瞬時に計測できちゃいそうですね。ただう <laughs> ん。自分の iPhone のライダーと5メートル以上の距離測定できんな。ですね。 はい、あの何が言いたいかというと、えー、走り幅跳びってだい七メ6 7ルぐらいの記録飛ぶんですが、まあ、その記録をあの iPhone のカメラの画角に収めようとするとだいたい着地地点から少なくとも5メートル以上は離れて撮影しなきゃいけないとで手元にある iPhone13Pro のライダーを使って実際に距離を測ってみると、まあ、こんな感じで4メートを超えるあたりから距離の計測が難しくなってしまいました、えー、ということで今回の自分の環境においてはライダーカメラを使うことができませんでしたと。 で、これスライド作ったとに知ったんですけど、あの、どうやら iPhone15 Pro からライダーセンサーの中身が変わったらしくて、あの、測定できる範囲が広くなっているようです。あの、すいません。今回は iPhone13 Pro のライダーセンサーをちょっと前提に進めさせてください。で、ライダーを使うことができないということで注目したのが iPhone についた複数のカメラです。 カメラを使って距離を測定する方法はこちらの表のようにライダーとステレオカメラの方式の大きく分けて2つあり、ステレオカメラ方式は2つのカメラで同時に写真の撮影が可能な場合に採用することが可能です。で実はこの方式は最近では Vision Pro の空間ビデオ撮影などで使われてます。この方式を使えば iPhone で幅飛びの距離を測定することができ,なできるのではないかということで作りました。 iPhone のカメラ2つを利用して2つの写真を同時に撮り OpenCV を使って右上に記載されているこちらの必要な工程を行い距離を推定しましたこちらの必要な工程とても面倒なんですけども実は a v d e p t データという形でこの工程のほとんどを行ってくれる便利な公式 API が存在しますただ今回は直接パラメータをいじれるように OpenCV を使ってやってみました動画のように部屋の中のものであればまあまあ正確に距離が測れてそうです これは実際に走り幅跳びで使えるのでしょうか実際に使ってみました今回陸上競技場で撮影しましたアプリを入れた iPhone は競技場のスタンドに設置して砂場が入る画角で待機します実際に全力の跳躍を5回行い跳躍後に撮影した写真と実際にメジャーを使って測定した記録を比較してみますということで時間がないので行きましょう手拍子お願いします ということで正式記録6四4 3そして作成シャープでの記録、さあどうだ、<laughs> 9m37、全然だめ <laughs>、はい、!5 回の計測誤差の記録はこんな感じですめっちゃ誤差が大きくて、まあ、正確な計測には到底及ばない結果となりました。 えー、うまくいかなかった理由は主にレンズ間の距離が小さすぎるということが挙げられます、えー、図は計測誤差を模式図にしたものなんですけどもレンズ間の距離が小さくなればなるほど奥行きに対する誤差は増えてしまいますまた今回は、えー、3倍望遠レンズと光学レンズの2つを使って計測しましたがこれらを同じ倍率に見えるように調整する処理がうまくいってないというのも失敗した原因として起きそうですじゃあ最後に、えー、どれぐらいのレンズの、えー、距離のカメラなら高い精度の測定ができるんでしょうか この技術を使って高い精度を出している自動車に搭載されたカメラの寸法を参考にイメージ図を作りました。それがこちらです。<laughs> <えー笑> Apple さん、iPhone16 のデザインはこちらで、えー。およろしくお願いします。以上です。おじいして。<music>